皆さんこんにちは、ちゃんこ鍋です。今回は、コマンド一つで特殊効果付きの防具を、作ってみたので紹介します。今回のコマンドを実行すると、ダイヤモンドの防具を切ると特殊効果がつくようになります。今は、耐性のエフェクトがついていますが、コマンドの構文を変えることで、いろいろなエフェクトをつけることができます。なので、このようにジャンプ力が高くなる防具を作れたり、トラップのようなダメージを受ける防具も作れたりします。作り方です。今回のコマンドブロックの数は、1個です。コマンドブロックの出し方と、コマンドログの消し方は、説明欄に書いてあります。では、作っていきましょう。ここのエフェクトの ID を変えると、エフェクトの種類を変えることができます。エフェクトの ID はこの通りです。また、ここの数字を変えると、エフェクトの強さを変えることができます。完成。はい、今回の動画はいかがでしたか？気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回会いましょう。